えどうぞお座りくださいそして聖書を開けてくださいヨハネ15章開いていきましょう、えー、インターンの方たちが私たちと一緒にいるのは今日が最後になりました皆さんがここに来てくださっていることありがとうございますいつでも帰ってきてくださいここにある椅子はただですよ本当に皆さんに感謝しています では祈りましょう。ヨハネ15章、10節、11節。私たちはここを見ていきます。父はあなたの前に出ます。主の皆によって、あなたに求めます。主よ、私たちにあなたの臨在を解き放ってください。精霊様が私たちを触れてください。心と思いに触れてください。今、この時にあなたの臨在があなたの臨在が光を解き放つことを祈ります。 光を解き放ちまた真理が私たちの心を触れてください感謝しますイエスと皆によってアーメン私たちは今夜今日はセッション9ですけれどもユーハネ15章三密体との親密さセッション9になりますこのところは従順な愛による優れた喜び従順に歩むこれは主の愛をもって従順に歩むそしてそれが優れた喜びであるということです 少し復習したいんですけれども私の前回のセッションそれはセッション7になるんですけれどもヨハネ15章9節からなんですけれどもここは私の一番好きなところですヨハネ15章の9節そして17章の26節もとても好きですこのことを2週間前にこのすべての時間を使って話しました。 とても素早く復習をしていきたいと思います。この一節のところですけれども、二つの栄光に満ちた真理、そして一つの命令があります。私はこれをこう分けています。皆さんがもし初めてであるならばと考えてこのことを喋っています。この箇所、十五章の九節ですけれども、十節は九節の後になってますから、まず、十節はこの九節のことをあなたが理解しているということの上に話しています。イエスは宣言しました。 ですたち、また私たちに対する愛を。とても強く激しいもの。それは天の父がイエスを愛するのと同じものだということ。これは本当に栄光に満ちた表現です。最も劇的な表現だと私は思っています。この歴史の中で最も劇的だと私は言うことができるでしょう。作られたことのない神が人の形になって言われるんです。この力、激しさ。父が私を愛するように私もあなた方を愛している。これは表現することができないような栄光です。 これはどのように神が神を愛しているかということであって三乳が御子を愛し御子がみを愛しているそのような愛ということそのようにして神は神の民を愛しているんですですからこれは最も偉大な想像できる限りの愛の物語です何十億年も神は神を愛するように神は人を愛しているんです何十億年もこれは決して終わることがありません素早くまとめて言いますけれども ヨハネ19章の9私がこう思いますけれども2つの最も重要な真理聖書の中でそう思っています私はこの話をよくするんですけども、まあ、あと910ぐらいの真理があるかもしれませんけれども私の意見としては最も重要な真理が2つだと思っていますそして最も重要な戒め命令が入っていると思います この三つが一つの説に入っています。あなたにとってこの箇所が新しいのであるならば驚くかもしれませんけれども、ここで止まって何ですかとしっかり考えていただきたいんですね。最も重要なんですかと思ってください。私はそこに注目を引きたいのです。 2番目の真理。イエスが父をご自分を愛しているのと同じ強さでご自分のためを愛していると言っています。父が御子を愛し、御子が父を愛し、御霊がイエスを愛し、イエスが御霊を愛する。真理の1つ目、これは本当に偉大な現実なんです。神が神をどのように愛しているかということ。永遠の過去から喜びと楽しみがあるんです、この関係の中に。 真理の2つ目ですこれは神が民を愛する同じ激しさを持って愛しているということ。3つ目、これは命令ですけども、最も重要な聖書の中の命令は、この愛にとどまるということだと思うんですけども、その意味は、集中し続ける、焦点を当て続けるということです。多くの方たちもちろんこの心理に感謝します。そして先に進んでいくんです。次のことを見るんです。でもイエスが言われているのは、まとめますけれども、 ここに留まりなさい。この二つの真理に留まりなさい。すぐにこの箇所を去って前に進まないでください。あなたの人生の季節で主が、あなたに何か他の心理に集中すること。またはその役割、仕事があるかもしれませんけども。でもこの二つの真理をギュッと握ることから離れないでください。ここに、生きてください。ここに留まってください。 時間の優先順位としてください。この二つの真理を探し出してください。学んでください。そしてそのことを思い巡らせてください。よく祈ってください。この二つの真理、神が神を愛し、神が神のためをどのようにして愛するかということ。あなたがここに留まっているときに、 10節、11節のところで言いますけども、イエスが、あなたは力を受ける、従順になるための力を受ける、そして喜びを持って愛することができる。でもこれは結果なんです。この2つの真理にとどまるということが先にあったの結果ですから、人間の本質、性質、また敵の戦略でもありますけれども、キリストの体がすぐ他の真理に動いてしまう。覚えてはいるけれども、バックグラウンドになってしまう。B のところから。 神は愛であること。私たちこれをしっかりと見ていきますけれどもこのシリーズンの中でも見ています。神の本質。ヨハネはこう言っています。神は愛である。本質なんです。神の存在の本質は愛であるということ。心からの愛である。愛するだけではなくて愛なんですね。全身全霊で愛する愛。 そしてそのようにしか神を愛することができません。力を尽くす愛しか持っていません。いつも愛しています。満ち満ちた愛なんですね。主教自身は自分を否定することはできません。ポイントというのは、神が神を愛する方法を私たち見ることができます。心を尽くして、思いを尽くして。 愛愛すするイエスはは,御父は愛してますねでも神ご自身はそれを否定することができないのでそのようにしてしか愛することがないんです。ですから信じることができます。神が民をそのように愛するということを信じることができます。あなたをそのように愛しているんです。それが真理ならばそこにとどまりたいと思うでしょう。この真理にとどまりたいですよね。 もちろん、私たちは他の真理、言葉も学びます、探します。でも、決してこの二つの真理、このことを他のことの背景にしないでください。主と会話してください。二番目から話しましょう。実説から話していきますけれども、この喜びの中にある力、 主にに従順に歩むことの喜びそこにある力このこのとをしっかりと注目してください。10十節11節によく言葉としても注目してください。もちろんスッと読んでしまうこともできますけれども、でもそれをしてしまうと重要性を見失ってしまいます。ですから、しっかりと近づいて注目してください。そのために、この10節また11節でこのセッションを使いたいということなんです。 イエスは命令しました。この愛につながること。そしてこの愛にとどまること。つなげているんです。それは従順の礼をもって歩むということなんですけども、この2つをつなげているんです。9節見てください。この愛にとどまる。しっかりととどまる。集中する。この真理をあなたの会話、私との会話であなたはこのことを語りなさいと主は言われているんです。 そしてこのことを実践するためにとても重要な条件があるのです。もしあなたが私の戒ましめを守るならば、あなたはこの愛の領域に留まることができますと言われているんです。もしあなたが私の戒ましめを守るなら、あなたは留まり続ける。この愛に留まり成長することができる。私が父の戒ましめを守ったように、そして私が主の愛、父の愛に留まったように、私が留まり、道と会話をし、受け取り、そして道に返して、 そのようにすすることができきまま続けてい十一節ですけれども私はこれらのことをあなたに話しました。なぜならば私の喜びがあなたが私と会話をするこの真理を持って会話をすることの結果として喜びが解き放たれて欲しいからだと言ってるんです。重要ですね。多くの信者がこれは文句ではありませんその否定的なことではないんですけど多くの信者が絶望的になっていて文句を言っています。それは心が重くてでも喜びがないから。 落胆している、絶望している、うつ。でも主が言っているのは、この喜びというのはあなたに与えられているものであったなと受け取ることができるはずのものである。9節から11節最も重要な箇所だと思います。キリストの体に対して今の、今のこの時期に、本当に多くの人がキリストの体の中にあって、うつや悲しみ、暗い感情に支配されていて葛藤していますけれども、でもイエスはもうすでに言っています。私はあなたに言います。そこから脱出する道があります。でも他にはない。私の 方法しかないのだ多くの人たちはこの9説11説を素早く読んでしまって混乱してしまうなぜ喜びが本当に少ないのかまるで人生の中に喜びがないように感じるのか B のところもしあなたが私の戒めを守るならばその「もし」という言葉をしっかり見てくださいとても重要なこれは条件なんですねそして主はこの言葉を「もし」と言っておいて 人たちにほのめかしてはいるんです。見逃してしまうことが簡単です。この今しを守るということは知的には知ってますけれども、でも、日々の生活の中でそれらを頭の後ろの方に置いし合ってしまう。そのことが可能ですよということを主はここで条件付きにして語っているんですね。頭では分かっているけれども、考えない、忘れてしまう。 時にいろいろな出来事がある時に主は私たちにですね、このことは私にとってとても重要です。あなたを力づけたいから、喜びを持って歩むということのためにも、この従順するということは重要ですよと主が言うんですね。本当に必要な要求なんです、私たちが。神の愛に留まること、そこに力がありますから。 愛にとどまるということは神の力その現実の中に生きるということなんですとても重要な戒めですね従順の霊を持って歩むということです100%重要ですと言うしかないでしょうしかしこのことをですね人のことを否定しているように来るかもしれませんけどそうではなくてこれは起こされる必要があるなぜ人々が信者が人生の中に喜びがないのかと。 いうことを考えてるんですけど、でも人々は、いやーでもねと言って先に進んでしまうんですね。でも、喜びに満ち溢れた人生のためには、このところから出てしまったようなもないんです。ですから、私たちの信仰が前進していくために、具体的なものになることであって、その代わりに何かを使うということはできないんです。ユハネ15章の10節話してますけども、そのちょっと前に、それはユハネの14章のところですけども、 5回にわたってヨハネ14章でイエスはつなげています、神を愛すること、それは神に従うことだ、5回語っています、つなげています。 それはもう私たちすでに話していますけれども、ヨハネ14章というのは、最も聖書の中で第一の戒めが詳細まで書かれていること、神を愛するということに対してですけれども、重要なこと、真理、ヨハネ14章で書かれています。繰り返していますけれども、ゆっくり読まないと捕まえることができません、理解することができません。とても詳細にわたって書かれています。第一の戒めを実践して歩むということ、神を心尽くして愛するということ。 もう私たち何をするにしてもヨハネ14章を知りたいんですね。その知識としてだけではなくて私たちの首都の会話の一部としてここを話していきたいんです。いくつかのところ話したいと思うんですけども5回語られていますね。でも3つ言いましょう。もしあなたが私を愛するならば今しめを守るでしょう。21節14章。もしあなたが私を愛したならば今しめを守るまた23節。その今しめを守るまた繰り返して語ってるんです。 同じようなことを何回も私が言っていることを理解してますかというような感じで語っているんです。はっきり語っています。定義しています。神を愛するということは従順の礼に根ざしているということを語っています。ですから私たちは神を神の定義を持って愛する必要があります。神が神を愛するということはどういうことかと定義していることによって私たちは神を愛する必要があります。過去の10年、20年にわたってですけども非常に大きな議論が起こっています。 この文化がありますけれどもそれは愛ということの定義でもそれは神が言っている愛とは違うことなんです私たちは神を神の定義によって愛する必要があります文化的な定義というのはどん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 ,どん大きな声になってきていてイエスが教えたこと愛によって歩むということと敵対するものになってますけれども神を神の定義で愛する必要がある理由というのはイエスは最もふさわしいんです愛について語るのに いろいろな人間の議論弁論義憐れみありますけれどもでもイエスがしかしイエスは最も歴史上でふさわしい方なんです愛について語るのにでは2番目から話しますけれども私が話していることはすごくはっきりしているんですけど聞くことは良いことですし私が願っているのは皆さんもそれを口から語ること皆さんが自分の口から出すこと 人々への情熱ととして語ること私、これらのことを自分の人々への情熱として語っています。イエスはこれらのことを語りました。なぜならば願っていたんです。人々が彼らの自由、彼らの打ち破り、大きなもののために彼は語っていました。イエスは教えていたのを怒っていたからではなくて、イエスは彼らを愛し、そして妬むほどに愛していたからなんです。私、これらのことを喋るのは人を愛しているからです。人を愛するので、人々に真理を聞いてほしいんです。なぜならば、このこと以外に前進する の方法はありませんでも文化は違うことを言ってるんです偽の恵みのことを言ってますね教会の会話の中に偽の恵みのことが入っていますけども私は真理を語ります2番目神を愛する時に従順になることを求めるということがなければ神を愛するということはありませんこの他の方法をもって神を愛するというのは欺きですねある言葉を強調したいんですけれども 従順することを求めると言ったんですね。完全に成熟さを持って従順しなさいと言ってるんではなくて、心の態度ですね。心で言うことですから、従います、従いたいです。何度も何度も言うことによって前進して、それを保つということに打ち破りが来るんですね。ですから、従順してきましたということではなくて、忠実に心が従順したいということを選ぶんですね。そのことを心に定める。 とということなんですもちろん思いや心に挑戦は来るでしょう。えー、ねじ曲げられた恵みのメッセージということがあると私は言いたいんですね。今そのようなことがあります。今日あって、とても本当に大きくなってきています。多くのミニストリーの中です、そのねじ曲げられた恵み。で、愛ということを感傷的に説明して、従順するということを最小化してしまうんです。愛している方のために従うということを小さくしてしまう。 ですからそれは欺きであってとても人気が出ています。多くの人は見言葉に土台がないのでそっちに引きずられていってしまうんです。でも良いお知らせというのは10億人の魂の収穫があります。その時には本当に多くの人たちが救われ。 また心を尽くしてこの真理をしっかりと信じる人たち三国の真の福音が勝利すると思いますでも何百万人もの多くの信者たちが後ろに下がってこのことを見ているんです偽りの確信を持っている気がついていないんですね彼らが巻き込まれていることがどんなに大変なことだか分かっていない真のところから話しますイエスは言われました もしあなたが私の戒めを守るならあなたは私の愛にとどまります強調したいことはとどまりますということの「ウィル」「何々するでしょう」「何々します」という言葉なんですけどもあなたは結果的に最終的に結果的に最終的に打ち破りあなたの心に愛の打ち破りが起こりますよ突破口ができますよ主に従って従順の霊を持って歩んで愛していくならば結果的に神のあなたへの愛の啓示が打ち破りを起こし またあなたの神への愛も打ち破って前進していくだからイエスが言ってるのはもしあなたが私の戒めを守るならばあなたはこの愛の中に生きていきますよもしかしたら動きは始めはゆっくりかもしれませんけれどもここに留まってくださいうんと急に早くならなくても留まってくださいそれは約束ですから 私たちは神の愛につながり神の愛にとどまり続けるんです。繰り返しますけれどもこれは強調しているんです。ということは神の愛の影響の中にとどまるということそして神の愛につながるということなんです、ね。影響の下にとどまっているということ神が私たちを愛しているということは心を柔らかくして分与されて主を愛することができるゆっくり成長するんですけれどもでも安定して成長していく時間はかかりますが私たちがそこに手を伸ばすとす。 届いていく意図的に従順の霊を持って神に歩んでいく神を愛する真理このことを私たちの会話の中で主と語り続けるならばただ従順するだけでは十分ではありません愛に留まるというならば会話の中にも留まるべきなんです感謝して探して見つけるんですねそしてもっと大きな啓示をいただいてこのかこのことを会話続けることが出ていかないということなんですこの真理を犠牲にして他の真理に行くということはないんです 私たちのうちには愛のサイクルがあって、私たちのうちで前進していったりとか、立て上げていかれるものがあるんです。もっと理解する。この愛を理解すると、私たちの弱さを優しく愛する主の愛を受け取る。そうすると、主に従う。この愛し返す。愛するという力が与えられるんです。主への情熱という本を30年ほど前に書きましたけれども、私よく聞かれるんですね。どうやったら主への情熱を持つことができますかというんですね。あ、私は確かなことを知っています。というんですけれども、 秘密ではないんですあなたへの主の情熱を学びなさいあなたへの主の愛がどんなものか少しでも分かったとしてもあなたの中の愛が起きて主を愛することができるんですねはぎしりをしながら頑張って愛が成長することはありませんもっと一生懸命に試みるではなくて会話を続けるんです そうすするると心が起こされるんです愛のサイクルもっとあなたが理解するとこの旧節をもっと理解すると道違いイエスを感じるようにあなたのことをイエスは感じるそれが分かるともっと愛することができる愛する力が受け取ることができますそうするともっとあなたは主に従うことができるもっとあなたが主に従えばもっと主があなたを愛しているということが分かるんですね。 このサイクルはどんどん成長するんですね。愛されていることが分かれば、その愛が起こされて、愛し返すことができる。そしたらもっと従うことができて、もっと主があなたを愛することを知る。このようなサイクルなんですね。繰り返して立て上げていくんです。でも、これらのことを一つとして、抜かすことができないんです。こう言いましょう。変わった表現なんですけども、愛情に基づく従順というもの。それは本当に 信頼すするることがでできる従順なんですね言葉の中においてももちろん義務に基づく従順というのもありますそれもあるんですね私たちこれに従わなければいけない資格を得て準備されるためにとかがありますね私たち従います資格が必要ですからもちろんそれも聖書的なんですけども,でも一番力強いとか一番信頼できるものではありませんまた恐れに土台を置いて従うということもあります従順もありますもしあなたが私に従わなければあなたは自己後に行くえっ もしあなたが私に従わなければ、私はあなたを懲らしめる。それは恐れです。それ自体に悪いことはありません。でもそれが最も継続するとか強い愛というわけではありません。愛情を土台にした愛。私たちに対する神の愛を知り、私たちの中の愛が起きて、それを神に返す。 そのような愛が信頼できるんです、最も。これだけではありませんけども、最も信頼できる愛なんです。この三つのことを私は知っています。私は準備する必要があるから何かをします。私は何かをします。その問題に巻き込まれたくないから。それら自体が悪いことはありません。でもそれが最も強いものではないんです。なぜ私がこれをあなたに言ってるかというと、あなたが優先順位をつけることができる、9節 このことを探し求める。愛のサイクルを見つけることができる。愛を理解したときに私に対するもの。そしてもう少し柔らかくなって、その心を神様に愛を持って渡すことができる。そこから会話が始まる。関係が始まる。そのサイクルが成長していくということ。D のところ。イエスに仕えて、忠実に仕え。欲望、情欲を否定すること。 それは劇場のようなものです。神が私たちに愛を表現するために選んでくれたんです。それは神への愛を表すための場所です。主に忠実に仕える。それは肯定的なことですね。神様からの働き、家、社会での仕事。 どこであったとしても、典型的に私たちはいくつかの部分において神様からの役目をいただきますけれども、家族や友人、そして私たちの近い友達、それに入りますけど、それだけではなくて、欲望や情欲を否定する、主が言うんですね。これが人生の劇場です。私は選んでいます。あなたが私への愛を表すため、片一方だけではなくて両方なんです。私たちが愛を主に表すとき、その主の方法によって表すとき、 個人的に主を受け取ってくれますそれは主の心を動かすことができます、えー、情欲の欲望といった時ですけどもまあ、情欲とか欲望という言葉がありますねその言葉を受けた時に不貧乏ともかもしれませんけどもでも新約聖書からは不貧乏以外のものがたくさんありますむさりとか怒りとか 幸福することとか、文句を言うとか、悪口を言うとか、人々のことを贖いの視野を持たずに語ってしまう。助けること抜きに語ってしまう。それらのことというのは色い々ろいろな種類ですけれども、肉の欲、情欲になるんですね。ですから私たちはこれらの願いを否定するんです。怒りや、貪りや、幸福や、これらのことを手放すんですね。性的な貧困とかだけではない。私たちは、 神へ愛を表しているんです。これを言っている理由があります。これは神の心を動かすからです。いいのところから、すべての人、ここにいる人たち、キリストの体。私たちは違う葛藤がありますよね。それぞれの葛藤とか戦いは違うんです。あなたの個性、人生の状況。というのは、あなたの家族、あなたの家にいる人とも違いますね。その状況はですね、似ているというところがあるかもしれません。同じ家で住んでいるかもしれません。 違うんです同じではありません。言いたいことはこれです。ですからそこに神様があなたに与えている役割があります。仕事があります。地上で70年、80年時間がありますけれども私はあなたに仕事を与えている役割を与えています。それはあなたの従順な愛を贈り物として私に与えることというんですね。多くこの人は思っています。神に愛を表す時には犠牲を払ってミニストリーをしてとか本当になんかこうヒーローのような方法が。 なんかそう思うかもしれませんでも主が言われてるのは私あなたが家族といる時見てますよあなたが愛されていないと感じる時に否定的なことがある時にプレッシャーがある時に、えー、健康や経済また人々の言ってくることも自分の願っているようなものではないもう何かを言いたいでもあなたは。 それらを否定、言いたい気持ちを否定して、主に委ねることを選ぶ。時には失敗してしまうこともあるけれども、戻ってきて、あ,あ、主は、私はあなたを愛したいというんですね。すると、主は、その状況の中であなたは私に愛の贈り物を与えたというんです。主に従うこと。それは実際的なことですね。素敵な考え方ではありません。とても実際的なことです。F のところから話しましょう。こんなことを言いたいんですけども、イエスは私たちの従順を個人的に受け取ってくださるんです。 主の心に触れることができます。主はそのことを覚えています。そして報いてくれるんです。また10章42節のみなによって、冷たい水の一杯でもあげたならと書いてありますから、私の弟子にと書いてあります。あなたはその報いを得ることができます。私は約束しますよ。あなたが私に従うならば私はそれを覚える。私のことで感動する。 そのことに報いる。主がその終わりの日に報いを与えると言っています。何かを稼ぐのではないけれども、イエスが表すということ。あなたが主を今この時に愛したということをどう感じるかということを表してくださるということなんです。本当に豊かに与たる方なので、あなたに見せたいんだよと言ってるんです。あなたが私を愛したことを私を見せたいよと言うんですね。いろいろな状況があると思うんですけれども、特にある女性たちにとっては難しい家族の状況があるでしょう。 本当に想像できないような難しさもあるんです。抵抗とか否定的なこととか。 いろんんなことがあるんですでもそこにしっかりと立って主をあなたの愛を表したいあなたに愛を表したいこのような状況の中でもあなたに使いたい世界中特にその中近東にいる人たちの結婚している人たちのことを思います多くの本当に経験な女性たち主が彼女たちに彼女たちの主への愛が主にとってどんなものだったのかということを分かったらすごくショックだったと思います何も大きなことはできなかったしそのことを覚えていると思い です。というかもしれないんですけども、主は言うんですね。あなたがあなたの肉の情欲を否定し、私に従順するということを選んだ。そのことを全部覚えてますよと言われます。ですから、従順な弟子たちということえ、この女性たちの例えを続けていきたいんですけども、本当に全く違う色々な状況があると思うんです。けれども、その従順の女性たちというのは道地にイエスが。 捧げるプレゼントの中の中一部ななんです彼女が父はあなたを愛する方法を見てください私が彼女に触れたからでですすすと言うんです愛する皆さんイエスが道に与える贈り物の一部にあなたは入っているということを覚えてください大きな喜びがあります人たちは言ってますねその信仰の子どもたちが株に従うことを喜ぶですからイエスは偉大な喜びがあるんですよく知られているイエスの弟子たちという意味ではありませんよ聞いたことがない人たちや大きな 大きなインパクトをどこにも作ったことがない人たちでも心をイエスを見ていて常に背中をあなたに従います口で主を褒めと呼えること主に繋がり続ける難しい状況があってもでもその神様との会話の中にその人たちのできる最善を尽くして整まることそのことを主は覚えているんです F のところから話します私たちの愛というのはしばしば弱く欠陥がありますでも主はそれを 評価しんでくださるんですねですからこう思わないでください成熟している愛だけが本物だと思わないでください弱くても本物なんですね誠実ではあるんです死とパウロのようになったら初めて愛として数えられるそうではないんです私は人々を励ましたいんです小さな心の動きでさえも主にとっては重要なんです G のところから話しますユハネ 15章、10節。イエスは言っています。あなたが私の戒ましめを守るなら、私の愛の中に住む。そして、打ち破りがあります。愛にとどまることによって、私の愛を理解する打ち破りがあり、そしてそれによって、受け取って、あなたの中に私の愛がとどまる。そしてそれが流れていく。 を愛するることに対ししての打ち破りもできるできょうそれが10節ですからもしあなたが私の戒めを守るならば愛にとどまりそして打ち破りがあるでもちょっとその前に戻りましょう6節のところです少し前ですよ多分1分か2分ぐらいの違いだと思うんですけどもあイエスは深刻な警告を、えー、人たちにしています私がしたいことは強調なんですけれども 主に従うということの重要性です。このキリストの体の会話の中には見つけることがあまりできません。もしかしたら何千ものミニストリー。でも、何百万の中の何千だったら量としては少ないかもしれません。従順が必要なんです。会話の中心に従順が必要です。神の見国の視野の従順ということです。その、無理やり、義務的な自分を全部否定して仕事で、あ、私は頑張ってあなたに従うとかそうではなくて、 私はそのことを言ってません。神の王国の視野の従順ということ。これはとても肯定的なものですから、私たちは会話の中に中心に従順がなければ、正しいもの、見くりの従順がなければいけない、宗教的な視野ではありません。 よく知られているところですのまあ清さを求めるようなところミニストリーかもしれませんでもある人たちは意地悪な感じなんですね清くないものに怒りまくっている清いものとかそういう意味ではなく喜びに満ちていて柔らかい心を持つアプローチなんです福音の優れた喜びと言ってますねその喜びを感じること人の会話の中に喜びがあるということ G のところからまた戻って話しますけれども 警告ということを話していきましょうキリストの体多くの人たちは聞いていないんですねですから聞こえないんです信じていないんですでも2節のところで主は言っています6節でも言っています私の枝で実を結ばないものは皆つな繋がり続けないであるならば刈り込まれますと言ってますねまた6節枝のように投げ捨てられて刈れます ブドウの枝から離れてしまっているということを話していますこれはとても深刻なことですこのことはすでに数週間前に分かっちゃってますけれどもここの強調されていることはイエスに従順することこれは選択ではないんです え他の選択肢はありません。従順するというだけではなくて、イクの視野の従順ということ、正しいアプローチをするということです。イエスは先にその三上の巣を組んでいっていますけれども、彼はここで警告しています。まるで妄想のようにこう間違ったところに確信を持っている多くの人が主の 前ににに立ったここういういとになりますね例えば、ある説教者がいました。この祈りを祈ったら保証されます。あなたは神の家族。悔い改めていても、従順で歩いてもいなくても関係なくあなたはこの祈りにを祈った。この人たちは後に言うでしょう。あ、あの説教者が来てこの祈りを祈ったらいいよ。そして祈ったし、集会の終わりに聖書をもらったから救われてるんじゃないのでも、イエスはまたイの7章で言っています。皆様よく知っていると思うところですけども、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主,を主を 私はあなたの何よって言,う言をし奇跡をしたでも主演ですね「私はあなたも知らない」これ多くのものと書いてありますね。ということはこれは小さなことではないんです主にとっては主が10節11節で言ってることなんですけれどもこれは自由への道ですね偉大さ喜びそれらのことへの道なんですけれどもでも知っておきなさい。 私に従うということはとても肯定的なことでも従わないということにはとても深刻な結果がありますということです私たちはあまりそのことを聞かないんです聞いたとすればそれは怒っている説教者がその怒ることによって恐れさせてそれが人が救われないかなみたいな感じで語るかもしれませんけどもでもそれでは なすべき仕事はできないんですえ、この警告というのは本物なんですけれどもでも柔らかい警告そして主は偉大さ打ち破り神の心そのことを望んで願っている心が語っていることです H のところから私が父の戒めを守ってると同じようにあなたも 私の愛によって守る私が父の戒めを守り父の愛にとどまっているようにと言ってるんですねですからこれを大きなことですイエスが言っていることは拡大しています従順の価値を大きくしているんですそこにある知恵のことを守っているんです私は私に従いなさいとあなたに言いますそして愛によってとどまりなさいと言います私は人そして100%神 私が人としてそれをした私がしなければいけないではなく私はそこに栄光ととと美しさと地を見たからでですす言ってるんですイエスの生き方劇的な従順それは価値と知恵従順に対してのことを見せているんです。 イエスだけが地上を生きた中で一人だけ神との人生で一度も後悔をしたことがないというのはイエスのことです。ですからイエスは選択によって証明しました。最も知恵のある 喜びに満ちて生きることそれは父に従うことだということそしてイエスは私はそれをしたそれが最善であるから栄光に満ちているから私はあなたに人として証明したあなたが誘惑されるような誘惑も感じながらというんですですから主がそれを言ったということは主は拡大して守っています従順するということの知恵をイエスがそのことを表現しました3番 三りの視野というのは強調するだけでは十分ではありません従順の重要性を強調するだけでは足りずに従順ということを三りの視野から見ることが必要です私この表現をよく使っていますけれども多分他の方から聞いたと思うんですけれどもずっと使っているのでよく覚えていないんですけれども福音の優れた喜びと言っていますこの神の王国の視野ということ 多くの信者にはキリストの体の中でははっきりしていないんです従順するということがですから無理やりとか強制とか王国の中で必要だから否定的だけどそれをしなければいけないそれに持てる敵は常に攻撃していますそれは真の見くりの従順とといいうことに混乱を与えたいんです A のところからこれは事実なんですけれども最も大きな喜び 人類の霊に対して可能であるもの。もちろん多くのものがたくさんありますけども、最も大きな喜び。人間の霊が体験できるもの。それは霊的な喜びです。それは神が神を人の霊に示した時です。それ以上のものもありません。今の世もそしてこれから来るようにやってもそうなんです。 神神は喜びの神ですですからもちろん神が作った喜び自然的な喜びということもありますけれどもでも悪魔はそれを偽物をするんですコピーをしますけれどもでも喜びというのは神が作ったものです。 そして最も大きな喜びそれは今の世でもまた後に来る世でもですけれども神ご自身が神ご自身を人の霊に表す精霊様が父の栄光イエスの美しさ良さというのを何か私たちのうちに与えてくださるという時ああこれをもっと欲しいそしてそこにとどまってくださいと言いたいんですそこにとどまっていてくださいそれが従順への道です私たちは自由にされます これ以下の劣った喜びの支配から自由にされます罪の喜びの力から自由になりますそれは優れた喜び神とつながることを体験することによってです多くの人は罪を見てこれは劣った喜びなんですね喜びではあるんですよね私は不貧困のことや 酔っ払うこととかそれらのことを言ってるわけではありませんまたその人の噂話をすることだったりその神の意志見心じゃないような人の話をするとかそれらは肉による喜びでそこから何かを得るんですでも多くの人々は ああ私は神に従いたい本当にそれがしたいですからそれを決定して歯ぎしりをしてその劣った喜びに「ノー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 」と言うんですでも倒れてしまう「ノーノーノー」と言って倒れてしまうセ霊様が肩をポンポンと叩いてその人は反対側を向かせるんですねそれは神とつながるという優れた喜びを体験させるそのことによってあなたは暗い感情に打ち勝つことができます 歯を食しばって頑張って暗い感情に打ち勝つのではなくて、反対を向いて、焦点を知り向けて、この優れた喜び、福音の優れた喜びに触れる。ヨハネ、15の9。神が神を愛し、神が私たちを愛する方法。その喜び。私たちが主の皆によってしたことを全て覚えていること。本当にたくさんの角度がありますけれども、神が神を人に表す。それは最大の喜びです。私たちが霊的に退屈であるときに、 また鈍くなっている時に私たちはっった罪の喜びに対ししてても守りがなくなくままいます霊的に鈍感な信者たち多くの人たちがいますけれどもこの人たちには否定することが難しいんですねそれが貪りであっても不貧困であっても復讐をすることであってもこの怒りを怒りに任せてしまうことであってもそれらを手放すことが難しいんです誘惑になってしまうんです霊的に退屈である時に。 霊的な理解が必要ですエペソードの一章ですね。刑事の例と言ってますけども、その従順ということを強制ではなくて、 自由への道である。そして、偉大な人生を生きるということの道だということを知ることには、将来だけではなくて、今においてもそうなんです。私たちが従順ということを見たときに、そのように見たときに、神の王国の視野、イエスが見たように従順するということを見たときに、包み心を行うのが私の食べ物だと。私はそこから力を得る。私の心がリフレッシュされる。そして、喜びと知識と、 そして私は彼に従い彼は私を見喜び私を立て上げるそれが三国の従順ということの視野なんです。C のところから繰り返しになりますけれども多くの人は従順や器用さということを今日は悪い言葉のように聞こえるけれどもでもとても重要なんです清さということ。 古いものかもしれませんキリストの体にとってもですから従順ということもそうかもしれません全てのことは恵みでも異なる定義があるんです恵みというのが使われているのにはたくさんの違う定義がありますしまた多くの聖書的ではない定義があるんです主が清さと従順というこの2つのことをキリストを愛してやまない恋の病のような教会花嫁打ち勝つ者たちに もう一度与えています神と共に歩むこと、恐れを持たない、死が来ても恐れないような者たちのため。真理というのは清さは、真理は神の清さというのは、最も喜びに満ちているものなんです。なぜならば、神がが生きた方法が清さだからです私たちもこの清さの中を生きるということに引きつけられて生きることができます。常に圧倒されてていいるわけではないとしても 少しであっても神の清さに引きつけられるならば私たちを前に進めるでしょう。F のところから人々は従順とか清さを切るということに対してある人たちはえそれらの使い方ニュアンスが違うかもしれませんけれども人々は「分かりました私は従順のために心を定めましょう」「将来します」「いつか私は従順に歩むことができます」「将来またその後の世には」 と思うかもしれませんでもいい知らせがあります これは可能なんです若い信者がこのように生きることまるで私の人生はこう生きるイエスを信じて歩むならこうするそしてイエスはそのことをこう感じるのようにしてしっかりとギュッと握ることはできるんですヨハネ15章の9節ですから神が神を愛しその愛で人を愛しまた神は覚えている私たちの心のことも豊かに与える心素晴らしい応と良い計画があるということ神は私たち一人一人を求める探す追求 するその良い心清さのための戦いということがありますけどもそれはこの戦いがイエスの麗しさで満たされれば良いということなんです暗い感情とかに打ち勝って清さのための戦いに勝つとかではないんです清さのの戦いは もうギュッとイエスと共に生きるイエスの麗しさを捕まえるということなんですイエスの麗しさに心を奪われているそんなのことなんですねその心を奪われるというのがあまりにも圧倒されすぎて何もできないとかではなくても自分がわかる量でもいいんですね少しでもいいんですそれで前進していくんです イエスは従順や清さを生きるそのことを人々に呼びかけることを決して謝ることはありませんでしたイエスはそれがまるで否定的だというような見方をしてなかった何かを失うというように見ておらずに反対に何かを得るとして見ていたんです ですから、この王国の視野、御りの視野で清掃をめる必要があります。ヨ羽ネも続けていっていますけれども、第一羽根五章になりますが、こう書いてあります。神の命令は重りではは重ででなない重りではない 神の命令にはデザインがあるんですね。作られた理由があります。私たちが主に献身する。またその成熟してないとか、全部な成し遂げるというわけではないけれども、届こうと思って正しい会話に留まる。そこが喜びが私たちの人生から解き放たれる、自由が出てくるための道になるということです。ですから、ヨハネは神の命令は重りではありませんと言っています。はっきり言っていますね。 今日の文化の中では敵の嘘というのがあります神の命令が重りであるというふうに言っていますねでもヨハネはその嘘を2000年前にすぐはっきりしていますこの嘘は2000年前もあるんです ですからこのことを見てください栄光に満ちた箇所ですよね同じようハネが書いていますけれども彼がユハネ14章15章で話したことをまた立て上げています第1ユハネ5章2節3節なんですけども知っていますとまず言っていますねこれが皆さんにとってはあまり親しみのないとかもしれません私たちが神を愛してその命令を守るならそのことによって私たちが神の子どもたちを愛していることが分かります私 私たち神を愛しているならば従いますということなんですこれが神の愛であるとヨハネは言っています大体私たちは神に従いますこれは重荷ではない従うことは重荷ではないこれは愛だと言うんですね、えー、偽りのま線引き え、分けるということがあります。それはミニストリーの会話の中で時々聞くかもしれませんけれども、私たちの教会は神を愛することに集中しているけれども、あの教会は人を愛することに集中している。でもそれは偽の間違った分け方なんですね。ヨハネはそれを許さないと思うんですね。知ってるでしょう。え、誠実に神を愛して神を愛する。あなたが神に従っているなら、というふうに言うんですね。 あなたは選ぶことができない。神を愛するのか、人を愛するのか。人を喜ばせることはできないかもしれないけど、神を愛することが人を愛することだと言ってるんです。ですから、その人々がそのことを感謝するか分からないし、その従順をあなたが取ったときに人が喜ぶかどうか分かりませんけれども、その偽りの線引き、神を愛する、そして人を愛する、それを分けないでください。聞きました。マリアはイエスの足元に座り、マルタはキッチンで働いていた。 あこの教会は丸太っぽいね。この教会はマリアっぽいね。そうではなくて、使えることは素晴らしいんですけれども。 でも、マルタは間違った例で使えていたから叱ったんです。その使えていたということを仕方わけではありません。人々を愛する、神を愛する、それが一つの現実で、そこに分けることはできないんですね。真理、その真実の愛というのは、あなたがもし神の戒めを守るならということができるんですね。それはあなたを力づけ、動機を見極めることができる。あなたはもっと見極めることができます。そして愛するための力を受けることができる。神への従事の礼をもってそれをするならば。 10のところから敵は嘘を広めようとしていますそれは主に従う心をくって主に従うその劇的なクリスチャンとして生きていくことそれが重荷であるとかまた重荷であるだけではなくて有害であってそのなんか立法主義的であるというような嘘を助長するんですねこの嘘はどうやって現れているかというと 罪を正当化するんです。キリストの体にあって、いろいろな会話があると思うんですけど、私は皆さんを助けようとするんですね。ですから、罪の選択を、綺麗な言葉を使って、これ恵みがあるから大丈夫みたいな感じで、認めないで正当化しないでください。自己中心や罪深い選択を正当化することで、で、またその恵みが、みたいな感じの言葉で隠そうとするんですね。ユダ、三節、四節に書いてありますけれども、私、ここです。 書ながらしゃべりまますすけども3節ではこう言っています私は熱心に努力してきましたよ。まずならばある人々が密かに忍び込んできたでもあなた方はそのことを気が付いてないその人たちは神の恵みを法上に変えてとありますがその意味は恵みの話をするんですけどもその罪深い方法で罪深い生活をし続けてもいいよみたいな感じで教えてしまうんです。 本当のメッセージを語る人たちをなぜならば偽りのメッセージを持っている人たちがあなた方の間に入ってきたけども気が付かれていない聖書的な言葉を使っているから彼らは罪に満ちた生活のスタイルを恵みの言葉を使って強化している正当化しているようなことが分かってないんですガラテヤ書5章13節自由を与えるために見されている自由というのは不貧乏を持って生きるわけではなくて心の自由なんです恐れ告発暗い感情からの自由ですということです私 たちは恐れから自由になる暗い感情から自由になる悪魔の告発からも自由になる それが自由なんです。私たちを自由にされているんですねそれは自由になったから、薬ができたりです、ね、不貧困ができたり、そういう意味ではないんです。好きなことを何でもしてよというわけではなくて、心が自由になっているということなんです。ですから、ただその自由を、肉の働く機会としないでと書いてあります。また繰り返していますけれども、このギリギリのところで生きているかです、ね、ものすごく多くの人たちが恵みという言葉を使って、肉を満足するような生き方のチャンスを与えてしまっている 強化してしててまっている繰り返していますけども私がいつも言っているのは皆さんをケアしているし皆さんが偉大さを持って生きることを願っています打ち破りを願っていますですからそのような生き方をしていると全然現実的に打ち破りもなくて最後に悪いものですね心がそのように自由に生きることもできないんです決して自由にはならないそして相続として与えられている自由とか喜びの中にこの時代に入っていることはできません恵みということを言ってはいてもなんです とここで10節の話、15章の10節の話をしています。もしあなたが私の戒めを守るなら、あなたはとどまる。あなたは愛によって打ち破りを体験する。約束します。あなたがとどまっているならば、私が体験したからだと約束すると主は言われるんですよね。私の人生というのは、神に従うということは知恵があることだということを証明しているんだ。私があなたの ための証明だと言うんです、えー、H のところから話しますけれどもこのくべきに入るという話をしています私のくべきを 受受けけ取取りりなさいそしたら安息を受け取りますこの説明分かりますよね2つの牛ですけども導く牛そして小さな牛共に歩むんですけど私が導いていますですから私の首輝を追いなさい私が行くところに行き私がすることをしなさいと言われるんですもしあなたがそれをするならば「安息をする」と言っていますこれは感情的また霊的肉体的な「安息」の話を言っているんです。こをいねこういう議論を 聞いたここことととががありますこの安息いいうことがですね何もしないただダラダラするみたいな感じで撮っている方たちもいるんです例えばたくさんの自由時間があってリラックスしてればいいよみたいな感じそれが安息ですというふうに語っている方たちもいるでも感情的、霊的あんまりこの肉体的な安息という話をしているわけではないと思うんですもちろんそこには入ってはいますけれどもその首きに入るということはその主のリーダーシップに従うということそこから安息が来るんですね。見た欲しいんですけれども 選択し疲れということがありますけれども感情的に湯がくなってしまう疲れてしまうそれたくさんの選択があってどれを選んでいいか分からないから人々がそれで疲れてしまう休みが必要主の区引きに入りましょう私は主に従う主が行くところに行き主のすることをするとしましょう失敗することの恐れ多くの信者が焦りや不安を感じることは 何かこう自分がやるべきことをやってないあそこにいたこれをする主と時間を過ごすとかこの経験の人と交わりをしていると何か自分はするべきことができないんじゃないかなみたいな感じになってしまうんですね私は何か後であこれできなかったと思うの嫌だなという人たちがたくさんいるんですいつも推測しているということは自分が何をやったら最も幸せになるのかなということを推測し続けるんですねその人生ののるべきことというのは 誠実に歩むととととといいいうことはどううううこここはどななんんだろうということなんです私はあれをやったらもっとハッピーになるかもしれないもっと友達ができるもっとお金ができるもっと有名になるかもしれないそしたらこれができるかもしれないでもこれをやったらもっと人々が私を好きになってとかそんなことをやってるのをやめてください主の区引きに入って従ってください。このの内側での混乱とか 感情的に疲れたり束縛を感じること。そのような人たちに対してイエス様は、私はあなたに安息を与えますよと言ってるんですね。私はあなたに安息を与える。来て私のところに明け出して、私がすることをしなさい。そして私の価値を信じなさいていうんですね。イエスの従順は、真の偉大さへの 唯一の信頼できる道です主はここでマタイ5章19節のところですけども生まれ変わった神聖体験をした信者に対して将来のことを話していますそれはある人たちは小さなと言われるということですね県の御国に入った時将来のことですけども人前に立った時に主は あなたのした選択は小さなものとされるでもある人たちはあなたの選択は私の目には大きなものとなるみんなが王国にいるけれどもとということなんですね私たちは100%確かな信頼できる道があります。 それは神が私たちの選択を偉大だと言ってくださることの道があるんです。推測しなくていいんですね。この世は推測しますね。教会さえも推測するんですけど、でも聖書を読んでいたら推測ではなくて、その偉大だと呼ばれるものとなる生き方の道はここに書いてあるんですね。将来、えー、違ったのって言われるんではなくて、今は教えてくださいということなんです。信頼できる、確信できる、正しい道が欲しいんです。それは主がこれらの選択は偉大であったと言ってくださること。 私たちは多くの失敗もするんですけれどもその偉大ではない選択もしますけれどもでもそこから失敗したらまたそこに戻って続けていく主に従順になるということこの信頼できる歩む道それは偉大なものと将来的に言われることの信頼できる道なんです喜べへの道であるんですもう唯一の信頼できる道ということになりますね。 ジェイのところ私の命令、戒めです。私の戒めに従いなさい。私は父の戒めに従いました。ですから、神の戒め、命令のことを話しましょう。主の戒め、命令というのは、人類は創世紀一生の神の戒め、命令を持っています。 神が心を開いて神がどのようなものであるかということを私たちに語ってくださいました。神が何を好むかということを語ってくださったんですね。それがあなたにとって良いものであなたがそれらを好むならばあなたが私の弱さに忍耐を持ってくださるならばこれらの戒め特に好きだというわけではないけども私の心を決めましょう。後になってあなたの知恵かしこさを私は分かることができるのですというんですね。神の戒めはもう本当に効果があります。 これらは信頼でできるガイドです霊的な成熟さに対してもう全ての会話恵みいろんな議論がありますけどもでもいろいろなことがあったとしても真の霊的な成長のためには信頼できるものではなくてないか偽の道のようなものです。でも私たちは信頼できる道誠の霊的な成長への道神の 注目を得ることとは何かということそうことイエスは言ってますけれども彼らは私の戒しめを守りました私の戒しめに従いましたではなくて守るという言葉を使ってますから異なる適用があると思うんですこの人たち私の戒しめをもちろん従順したんですけど守った。 それは私の戒めを大切にした、宝としたということ。熱心に願った、求めた。先ほどユダの3のところから読んだんですけども、熱心に求めなさい。この福音を熱心に求めなさい。坂井さん、書いてあります。彼らは福音を守った、防御したというんでしょうかね。この社会的な議論とか、誰が人気になるとか、そうではなくて、私はあなたの戒めの前に立っています。他の人が私を好きかどうか関係なくて、私はあなたと共に歩みます。私はあなたの戒めを、 愛します大事にします、そのために死にますよ、ああ、そうですね、あなたは私の愛にとどまるならば、私の愛のうちにやって、あなたの人生に打ち破りかくるんですと。ユハネ12章から話しますけれども、イエスは宝としました、守りました、美の戒めを、そして美の教えですね。 そののことの上にイエスは殺されたんです、ね、もちろんイエスはご自身を十字架で捧げたんですけれども意図的に自分から捧げましたがイエスが憎まれた社会的に憎まれたのは美の教えのようにです私は自分の父が言っていることを言っているんですということなんですそれとても激しいことだと思うんですけど私は父が言ったことを本当に愛する喜ぶ立ち上がり守り熱心に求めるそして神が人々をたたげているのは戒めに従順するだけではなくて守り 戦いその公共の場所でどうなるかということが関係なくこれに従う愛する守るという人たち一のところ話してますけどもお前もこの話しているのであんまり太く話しませんダビデが話したことは今のこの時のことだと思うんです予言しました3000年前ですね四編の二辺ですけれども その時になるとこの国々の王たちその文化の中のリーダーたちその社会とかビジネスとかこの文化を作っている決断をしているような人たちは共に集い神に対抗すると言っているんですねここの3節に書いてあるんですけど紙編の2編の3章神の言葉を文化の中から取り出して捨てたいんです神の言葉を束縛とめるんですですから神の束縛 この今しめそれれを捨てていく離れていいくく離命の価値、結婚の価値、セックスの価値、それら、また神の言葉の価値、それらから離れていく、救いのためのこと、それらも離れていく、これらは束縛だから、これらを取って私たちは自由になろうと言ってるんです。そして神が立て上げている人々というのは、彼らは主の言葉を知っていますね。2番目ですけども、またダビデが言っていることですけども、神の言葉は完全であって、 耐えるることができるそれは私たちが主の前に立つことをしっかりと支えることができるもの終わりに近づいてきましたこの従順ということに対して喜びによって力づけられるということもちろん喜びについて語ることはたくさんありますけれども少し紹介しますこれは従順に歩むということの終わりの話をしています従順することの栄光知恵とまた必要性ということ その従うということは知恵でもあるし必要性でもあります。知恵を持って生きるということが従って生きるということなんです。保障のようなものがあります。戒めを守るならば、愛にとどまっているならば、打ち破りがあります。喜びがありますということ。イエスが言いました。これらのことを私はあなたに話してあります。私の喜びがあなた方の中にあるからです。ポイントがありますね。私、あなたに言ってありますよ。一節から十節の間で。 ここから10節前に、特に9節、10節ですけれども、これ1から10なんですけれども、この真理というのは、もしあなたが喜びの中に歩こうと思ったら、これらを持たなければなりませんということ。もう、本当にはっきり語っています。あなた分かりますか過去の10節のところ、特に最後の2つ、2節のところですけれども、これが喜びを持って生きるためのものですよ。これが必要ですよ。多くの信者の方たちは混乱しています。なぜ喜びが人生にないのか。 説は金なんです金のように大事なものなんですね私たちは急いで読んでしまってヨハネ15章の1節から10節を素早く読んでしまって中身を受け取ってないことをしたくないんです C のところ私の喜びこの喜びということは 神の善意に対する深い確信ということでしょうかねいろいろな方法を持って語る喜びということを語ることができますけども深い感じ確信を持つということ神様の良さ神様の良い導き私の人生の上の神の導きに対しての深い確信安心を持つんですねだから自然界にある楽しいこととは全く違うんですねそれらに敵対するわけではありませんけどもでもそれらのものは偽りだったり幻想だったりするんです。 とても自然ですけれども、人々はそのハッピネス、幸せを求める。それは自分が好む関係とか状況を求めますね。例えば愛する関係、それが良い、ベストフレンド、素晴らしい結婚、子供たちも素晴らしい。だから幸せな状況がある。ミニストリー、仕事、 全てがよく言っている。それはハッピー、幸せです。でもそれらが心を満たすことはできません。それらのこと、私も主に求めていますけれども、でも私はそれらが私の幸せ、ハッピーネス、喜びが来るというふうに考えていないんですね。喜びというのは神と人が関わる、つながるところだということなんですね。そこから来ますから、ですから自分の心の穴が開いているところを素晴らしい人間との関係とか、祝福された状況によって満たそうと思わないんですね。 でも、御言葉、ヨハネ15章の1から10が喜びへの道なんです、主の喜びへの道なんですね。のところから あなたた方の喜びが満ちたれるためですここを選んだのには理由がありますけれどもまあこの話もっと来週次回にしますけれども主の喜びから始まりそれが私たちの喜びになる特にちょっと違うところがありますけれどもここで終わりたいと思いますがその喜びということを話すならば神の喜びということをたくさん語ります。神の喜び神の喜び。 たくさん神のそのご人格のことを語ることができるんです。ですからどうぞ今、主の前に立って、来て私たちの心に触れていただきましょう。父よ、私たち、ここにあなたの前にいます。主よ、あなたの御言葉を愛しています。全部分かるわけではないけれども、私はあなたの御言葉に前進します。あなたが言っているならば、私はそこに立ちます。 そのよく知られているとか有名とかそういうものではなくあなただけがその道が完全で信頼できるあなただけです私たちを今日取り分けてくださいその特に若い方たちを励ましますもちろん私の年齢年を取っている人もそうですけれども私が主に 71年に会いましたうんと前ですけども高校生の時です当時はこのような議論はありませんでしたそんな少しはありましたけども70年代80年代ちょっと違いましたまた90年代2000年ひどくなってきました今20歳の標準の方が文化的に直面しているものというのはすごく大変だと思いますですから私本当に哀れみの心がありますでも助けたいという熱心さもあるんですですからここではっきりしましょう 私私たたたちちは神のの言葉のためなんです私たちは信じています信者ですから有名になりたいとか人々が私たちを好きになってほしいとかそういうことではありませんあなた方す晴らしいとか言ってほしいわけではない主に誠実になろうとしているそこにしっかり立ちましょうあなたの魂にそれを根を下ろしてくださいそして安定するんですそしてそこから安定して進んでいくんです父はあなたの前に立ちますあなたはそのために主を信じています主をこれらのためにあなたを信じます この部屋にいる方たち皆さんが決断することを私願っていますあなたが神が言ったことに心を定めるしっかりと立つこと従順することを願い求めること一つ二つ三つの領域であなたの中でいやまだここにブレイクする必要ですでも私は諦めることがなく失敗してもまたあなたに従って従順で読みますと主が突破口を開いてくださるだからところに留まっていてください部屋中の中で皆さんがそのような決断をするでしょう 多いんですね私は難しさを感じるつまずいているところでもそこで真理に立って代価がどれぐらいかかっても構わずあなたに従っていく主私たちはここにいます主私たちはここにいます 私たちはあなたの御言葉を愛していますそしてあなたに従いあなたと共にいたいのですイエス様あなたに十分であったならば私にも父に従うということは良いことであるはずです